毎日ポジティブ、はい、ポジティブ中8年スーパーポジティブティーチャー福でございます。昨日はですね、お休みでございまして、この YouTube もですねちょっとお休みさせていただきました。無理をねしないということがね僕はポジティブだと思っているので、まあ先週ねもう非常にちょっとお店も忙しい状況で、その中でですね、まあ、Uber もやったりやらなかったりしながら、なおかつ来週ですね茅ヶ崎で本当ありがたいことにですね僕の講演をねしてくださいっていう風に依頼をしてくださった方がいて、まあ、その方のですね、ご要望に沿ってですね今講演の資料とか講演の内容なんかをですねいろいろ準備をしておりました。まあ、昨日はですねUber ちょこっとやりながらも、まあ、その前の日のもう洗い物もものすごい残ってたんで、まあ、それもやりながら、まあ、お店の経費もね、計算しながらみたいな感じでちょっとですね、昨日は YouTube をお休みさせていただきました。でですね、僕が本当最近ねすごく思うことというのがありまして、やっぱりもうこれはねもう何回もねこの YouTube でも言っているんですけども、当たり前というのをどこまで当たり前じゃないかと思うこと、これがね僕は人生に生きる上でものすごく大切なことだと思ってます。例えばね僕がこうやって健康で今いられることも当たり前ではなく本当にね貴重な奇跡のようなことですし、こうやってお店がね、お店をオープンしたらお客様が来てくれることも本当に奇跡のようなことだし、今こうやって講演活動をね依頼をしてくださる方がいるっていうのも本当にありがたい奇跡のようなことだし、まあ、そうやって今あることがですね当たり前じゃないと思った時にやっぱり感謝の気持ちだったりとか幸せの気持ちってすごく上がっていくんですよ。これが当たり前と思った時にですね、感謝の気持ちも少なくなり、そして幸せに感じることも少なくなっていく、まあ、これが人生なのかなと思います。いかに当たり前のことを感謝できて、そして奇跡だなと思うことがですねすごく僕は大切だと思います。12月に入ってね本当にもうこれから先予約もいっぱい入ってまして、本当にねもう毎日毎日ありがたいことにね、忙しい営業になると思います。それがね当たり前では全くないので、しっかりとね準備をして、無理してね Uber やる必要もないですし、12月はですね、Uber は多分そんなにやらないでですね、お店の営業、そして、講演会のこともそうですし、まずね自分の体調管理をしっかりと整えることこそがね、お店をより最高のパフォーマンスをね僕が出すことにつながると思ってます。多くのね方々にまたこの店来て元気もらったよ、楽しかったよ、また来たいと思ってもらえるように、今日もね楽しく笑顔でね元気に営業をしていきたいと思ってます。当たり前をいかに感謝できて、いかにそのことが当たり前ではなくて奇跡に感じるか、これを常にね心のしっかりと真ん中に置いて今日も営業頑張っていきたいと思います。ということで以上毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。